はい、こんにちは、ビッグボーイです。ではウルフェンシュタインザニューオーダー続きをやっていきます。で、なんか研究室みたいなところに入ったんだけど、完全なる知性の創造、あ、間違った、ちょっと相変わらずキーを間違ってしまう。ライフとかある、どうしたらいいんだろう。なんだこれ、普通の機械っていうか、顔に見えなくもないんだけど。アサルトライフルが弾ないんだよな。ここ登れるな。んで、こっちに来て、なんでもないな。あ、これレーザーカッターで切れる。一つ目、よし、二つ目だ。え、そして、え、入れないけど。ん、あ、なんか押せそうなボタンがある。ポチッとな。え、何、え、うおー、ちょ、なんだよ。え、何、これ取れんの、これ。おお、おダメだ。え、あ、レーザーカッターの進化版か、これ。すげえ。ん、あれ、なんか切り替えがあるけど、なんだこれ。あ、これは普通にレーザーで、おお、あ、なんか銃としても使える。水道の配管がある。床のそばに通れそうな場所がないか探してみて。オッケー、ちょっと充電して。これ、こういうなんか厚みを帯びた鉄も削れるようになってる。お、なんかいろいろある。で、こっちも、おお、強力になった。で、2階上のフロア、ここもこれを切ってみればいいのか。立つ位置はここで大丈夫か。よし、はい、落ちてった。で、こっち登って、落とす意味あったかな。ん、あ、ここ開くな。なんか戻ってってるけど、あれ、なんもないんかい。で、そこになんかあるけど、いや、ものすごく近いところにいるはず。格納庫にはプロジェクトウィスパーの試作品が格納されているの。 OK、 もうそこの格納庫に近いところにいるのかな。で、今度はこいつらを、落とす。おお、落ちてって、で、ここをまた、焼く。お、深呼吸室。待って、なんかここたくさんいるぞ。ステルスでいけるか、ここ。なかなかきついぞ、ちょっとこれ。で、サプレッサーつけてあいつやろう。あいつやろう。あいつもやろう。いや、怖い。ロボットがいるんだよな、普通に。
ちょっとこっちをゆっくり通ってって、横にずれるぞ。あー、そこに人がいるな。撃てるか。ふっ、よし、ハンドガンでかなりの距離を撃ってるけど、こっちにずれてこう。ここ入れるな。いろいろゲット、アサルトライフルをちゃんとリロードしとこう。ちょっと右の方にずれてこう。歩兵がまだいるかもしんないから、うまくステルスでここ降りるっけないか。歩兵はもういないのか。こっちも入って、なんかいろアーマーとかいろいろある。お、マークスマンライフル。お、俺の超苦手なスナイパーライフルじゃないか。今ロボットに目あった気がするけどセーフ。ちょっとここで大胆に戦闘とも行くべきなのか。もう歩兵いないか、さすがに。こっち向いてる。歩兵もういないならやっちゃうけど。やっちゃうか。OK。銃にして。もうない、もうない、もうない。これ使えるか。あ、強いかも、これ。まだ撃ってくる。どうだ、壊したか。オッケー。でもうまだもう一体そこにいる。ちょっとこいつを使っていこう。どこ行った？いた。じゃあちょっとダブルアサルトライフルでグレネード、グレネード。おお、うっ。おら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 、どうだ。オッケー。待って、普通の歩兵がいる。ショットガン。どこ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 、そこ。下にもいる。オッケー。あ、向こうにもいるな。これ強い。アーマーをかけ集め。まだいるか。いた。まだいる。うわ、まだ来るな。アサルトライフル弾溜まってた。オッケー。お、全員かこれで。
ゲークリア。あ、まあ広い。このハンマー一体体のどこにどうやってつけてんだよ。え、なんだ。まずいよこれは。ちょっと待って。早急に充電。え、まずい。ちょ、充電。あ、銃に切り替え。わ、痛い。撃ってくる。おお。マックスマンライフル、弾ない。充電して。これ聞いてんのかこれ。うわ、撃ってくる。充電してまずい。ちょ、パターンにパターンでいこう。痛い。硬いぞこいつ。充電。どうだ、まだダメか。充電。お、どうだ。やったぜ。よし。アーマーめちゃくちゃ。ヘリコプターを確保。これアーマー。ヘリコプターを確保したぞ。で、どうすんだ。なんだ、あっちの方に。あ、これリフト、リフトで登れるか。登りの。こいつで。こいつなかなか活躍できそうな武器だな。で、こいつを？なんかありそう。ジブラルタル橋開通。で、こいつをポチッとな。お？なんだ？ゲート開いた。あ、こっちも開ける？はいはい。あ、ちょ、大丈夫か。キャロラインを拾ってヘリの操縦席に乗せろ。キャロラインを助ける。ありがとう。え、ヘリこれか。OK、ヘリに乗せる。全員乗って。どうやって助かった？死んだとばかり。よく覚えてない。確かハンスグロッセの顔を殴って、その後高く舞い上がって天国に行くのかと思ったけど、地面に落ちて痛みが。初めてね、内臓が突き破られると感じたのは。動けなくて這い回った。3日後にドブの中で発見された。クライソー病院のベッドで長いことチューブを突っ込まれて過ごした。感染症を思い出したくもないわね。立てないのは辛いな。平気よ、飛び方を学んだから。おお。ヘリをいただいてたぜ。
マックス。この機体じゃ通れないだろう。通れるわ、信じて。危なくね。いや、絶対無理だって。レシスタンス広すぎだろ。泣き言はもうおしまいかしら。今の最優先事項、ダトイシュードとは接触できるのか。アーニャ、情報はほとんどない。でもアイデアが。よろしい、アーニャ、あなたに任せます。ブラスコビッチ、あなたは彼女に手を貸してあげて。いい、あ、手を貸してあげます。手がかりがあるの。この用紙に書かれていたのはスーパーコンクリートの作り方だったの。ナチどもがこの辺のどでかい建築に使っている材料か。そう、このビルを含むすべてよ。彼らはこのコンクリートのおかげで短期間で街を築くことができたのよ。もう出どころは分かっているでしょ。だからサンプルが必要なの。この辺りを調べてコンクリートが露出しているところがないか探してほしい。で、そこからコンクリートのサンプルを切り取ってきてもらえない？問題ない。それから、暗号化されたダトイシュードのメンバーリストが戦争期のポーランドにあったらしいわ。そのリストとドイツが管理しているユダヤ人の住民リストを比べてみたいの。1939年から1945年ね。記録がないか探してもらえる？すぐに取り掛かろう。ああ、それからもう一つ。ああ、重要なことよ。なんだ？以上よ。お願いね。さて、じゃあ一生懸命探していこうか。あ、ここか。鍵が必要。キーで開けるの。こいつうぜ。カビの方が換気扇からだ。どこから吸い込んでる。ファーガスがどうたらこうたら。ファーガスの部屋に行けばいいのか。ここか。ファーガス、アーカイブのキーがいるんだ。あるか。待て。臭い。大丈夫か。俺もう年だ、ブラスケビッチ。いつまでこんなことを続けられる。大丈夫、俺たちはまだやれる。そうか。あと何年だ。どうしたんだ、ファーガス。わからん。何も、すべてが。例えばあのワイヤットという若造のことだ。やつこそがここにいるべきだ。まだ若かった。可能性があった。未来を切り開けた。かて俺たちはただのミイラだ。あるのは意志だけさ。俺は間違えたのか。分かりきったことじゃないか。俺は喜んで死ぬ覚悟があった。あいつを救うために必死だったんだ。だがお前の気まぐれがぶち壊しやがった。ブレンデガストは何にだって耐えられるやつだった。だが死んだ。みんな死んじまって。だが、老いぼれ二人は生き残ってる。長い目で見て、これからどうなる。え、俺たちがホルスターすら下げられなくなったとき、誰がこれを引き継ぐ。出て行けよ。俺は昼寝をする。これは多分ワイヤットを選んでも同じようなことを言ったんじゃないかな。ファーガスだ、なんたらかんたらって。多分そんな気がするな。だけど多分どっちを救うことを選んでも多分ストーリーは特に変わらないよと思うんだけど、間違った。アメリカ解放、ナチスが裏切ったことたらこうたら。で、鍵で、コンクリートの破片と住民票だっけ？入れて。
かになってしまうわ。ああ、なんだお前。住民リスト。コンクリートのサンプル探し。飛行機の格納庫ならありそうよ。飛行機の格納庫。こっちか。広。よくこんな広くてバレないな。どこだろう。あ、これか。あそこにカビが生えてる。丸の子か。丸の子がいるな。どこかにあるはずだ。やっぱ二人ともナチスのやつか。これか。おお、入っちゃった。落ちました。結構落ちたな、マヌケ野郎。下水システムに落ちるなんてな。周りをよく見れば戻ってくれるのかな。ちくしょう。レーザークラフトワーク。これなんか絶対なんか出てくるだろう、これ。もう構えてるってことは。でもこれ銃としても使えるからなんとかなるか。あ、待って、防犯カメラ、よし。あ、開いてた。充電。いろいろある。また防犯カメラ。こっちなんかありそうだな。なんだこれ。お？アップグレード。リフレクション。何の答え。説明かなんか読めるってわけでもないんだっけ。ってかどこでメニュー開くんだったっけ。何も覚えてない。メニューの開き方がわからないと。まあいいや。あ、よし、こいつを OK。 一瞬で避けるな。あ、ショットガン。ショットガンがあるってことは？あー、もうなんかいるもん、これもう。あ、間違った、こっち。OK。あ、2発で壊れる。よし。遠いな、ちょっと、充電。あれ、充電向こうでやったのか。ここの部屋。こっちを直進してって、よし。あ、待って、めっちゃいる。まだめっちゃいる。ショットガンだ。2発かこれ。よし、なんか他にも行ける。あ、危ない。あ、落ちた落ちた落ちた。ちょっと待って。ありえないところで落ちた。で、こっちにも橋がある。なんだこう。なんかありそう。あ、待って、話した。お？何もないっていうか、まずあっちのドアを。痛い。開けて。あれ？何もないですやん。ならこっちか。よっこらしょ。
下水システムに落ちただけでこんなに遠出して帰ってこないといけない。あ、帰ってきた。よし。はい、ただいま。で、こっからあ、お前は何を始めやがった。科学実験さ、マックスが怯えてるだろ。ごめんなさい。悪かったな、そんなに怯えるとは。彼の子か。いいえ、でもまあそんなところかしら。息子じゃないのか。彼には息子がいたの。戦争中に生まれた子。奇跡だったそうよ。何年もかかってようやく授かったとか。いい父親だっただろう、ナチスには。そして生まれた子供には障害があった。クラウスは我が子の運命を悟り、当局に黙っていてほしいと医師に頼んだ。でも秘密警察が連れ去りに来て、夫婦で抵抗しようとしたけど、妻も子も頭を撃たれて死んだ。彼は妻子を守れなかったの。そして自分を責めたでしょうね。それ以来彼はナチスの敵になった。結構簡単に取れた。ドジャーニャにこれを届ける。マックスの様子を見るか。大丈夫かどうか。マックスの様子、なんかある。おもちゃだ。おもちゃ。やったぞ。うるさいうるさいうるさい。マックス、おい、指くわいてる。マックス、おもちゃ。ノルマって言われた。おもちゃをなくしたのか。おもちゃを探してあげよう。ドイツ語で嫌味を言われた。おもちゃか。おもちゃじゃ探してあげよう。寝てるもんな。あと3つあるのか。さっき1個見つけて。さすがにツールの部屋にはないだろうね。ナイフがある。おもち、え、悪夢？悪夢？なんだろう、ちょっと。あれってか、ここはレーザークラフトワークで開けれるけど。じゃあ、ちょっと今回おもちゃを探してあげて、マックスにあげ、渡そう。あ、おもちゃあった。俺は松ぼっくりぐらいしか持ってなかった。松ぼっくり。ジロジロ見ないで、BJ。あ、ごめんなさい。こっち行けるけど、なんだこれ。マックスのだ。あ、おもちゃ。あいつに返してやろう。あ、ワープロみたいのがある。まだ1個あるな。どっかに。ちょっとアーニャに話しかける前に。ボビーの手紙？ほう。号外アイゼンバルドで囚人脱走。あ、それ、間違った。それファーガスです。あと一個おもちゃはどこにあるのだ？あとなんかトラックみたいのか。あ、なんか今光ったぞ。あれ、なんか光った気がした。あった。もう、お前はもう、ね。よし。マックス、おもちゃを見つけてきたぞ。マックス。キャラクター情報アンロック。さっきの悪夢ってなんか気になったんだけど、
そこに寝てみようか。なんだこれ。え？なんだこれ。すんげえレトロな世界にやってきたぞ。これあれか、初代ウルフェンシュタインか。あの初代のウルフェンシュタインはこんな感じの、なんか 3D ブロックみたいな感じの感じで、でもキャラクターだけなんか妙にリアルだけど。じゃあちょっと次回このウルフェンシュタインやっていきたい、あのレトロな世界のウルフェンシュタインやっていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。